すげえ近い。すげえ近い。行きたいか。リュウちゃんだったらチューしてるやつ。さあ彼。一番手は泉みたいなね。一番怖いです。ジャンプ。増えます、ね。いや、タイミングは別にいいよ。蹴る人の好きなタイミングで。いや、あんな時間だから入るのも入らないのに、そうそう。結局ね、考えて考えて結構、深さが深すぎた。まあ、余計なことやらずにさっさと蹴った方がいい。まあ、そうまた見えちゃう。瞑想同じで明治のキーパーも見てなかった。あ、そう見てはなかったですね、うん、あそこまでアホみたいな、まあ、瞑想しない見てるやつはめったないと思うんですけど、おお、すごい。そっから動くのね。近寄るんだって。変なプレッシャーをかけに行くなってことだよね。うん。来年この子と米原が分かってんだろうな。7番敬語だ。敬語。おお、ナイスナイストップ。いや、これでかいぞ。あ、どっちも当たってるんで読むよ。次止める可能性は。そう、うん、まあ連鎖反応が起きることで。だんだん瞑想が激しくなってるね、彼も。頑張れ頑張れ頑張れ。でも極力止めとく。まだまだ。キーパー、ここの勝負なんだ。17番。いや、セガは。セガ。に新学校。前線で頑張った。お？
あんだけバタバタしてるそれで逆つくのもなかなかあれ読まれたらいかんの俺失敗したら終わりかな。あ、そっか、5人目からえ、5人目4人目あー、じゃあ止めたら終わり、止めたら終わり。あ、そっか、先行か、あれもあれが追いついてない決めたらまた明治が決めればいいけど、決めんと終わっちゃう、うん、で一番プレッシャーかかるとか外したら終わり。うん、これで決めれば明治、うん、でその代表って言ったら誰が決めるの。3番3番クリーム、こいで、こいで、こいで、クリーム先生ですね。うわ、次の子はいつも猫したな、うん、西と東に一同した決勝か、うん、